ティーチングプロのしおみです。このチャンネルではゴルフが上達する情報を配信しているのでチャンネル登録の方をお願いいたします。内容が良ければチャンネル登録、高評価、コメントの方をお願いいたします。じゃあ早速今日の内容の説明になっていくんですが皆さん上げ方よくこの最初のっていう初動ですね。これテイクバックっていう名前が付いてますがこのテイクバックめっちゃ悩んでる方多いんじゃないですか だってエネルギーがないところから最初に出す一歩目なのでそこが不安定だと当然その後のナイショットするタイミングっていうものは全て変わってきちゃうことになりますよねそこが安定してるからこそその先のこのタイミングであればこのタイミングでこれをやればこのタイミングでこうやって振り抜けばみたいなのが揃えられるわけですまあそれを言い出すと本当はアドレスってその最初の形もあるんですけど動きで言えばもうテイクバック めちゃくちゃ重要なわけです。じゃあ、そこをどう上げていくのか、まあどう上げることで安定させれるのかっていうのは実はそんなに複雑な話ではないんです。ただ、コツを知らないとかなり難しいものに感じると思います。僕自身もどうやって上げるんだろうっていうのはかなり悩みましたが、これを今日ご紹介するこれをやることで結構すぐ、あ こうやって勢いこうやってあげればいいんだなっていうことが分かってきたわけですね。なので今日はそのやり方を皆さんに共有させていただいてあのテイクバックの上げ方に悩む方が一人でも減るようにと思って動画を撮らせていただきます。ってことで早速内容の説明にいきたいと思います。さあじゃあ最近はそれを10個のポイントにあの言い方に変える P6P5 とかって言い方もいろいろあるんですけどまあさっき最初にご紹介したテイクバックって言い方にしたいと思いますと。 ま、構えることはアドレス。テイクバックってその初動を、そこから振り上げるのバックスイング、ダウンスイング、インパクト、フォローする、フィニッシュ。これが8ポジションって言われるやつですね。それの今日は最初のテイクバックの上げ方についてどんどん説明をしていきますと。さあ、ちょっと打っていきたいと思います。こういうことですね。この最初の上げていく動作。もう腰より下ってイメージですね。ここが、 動きとしては最初のポイントになるわけですね。ここ,こが、毎回上げるところが、外、縦、内で、いろんなところにこう変わっていれば、例えば内に入れた時の内ッとするタイミングと、外縦側ですね。外縦側にこうやって上げてこうやって打つタイミングっていうのは、かなり、 内緒とするタイミングとかポジションとかがだいぶ変わってくるわけですね。まあエネルギーの方向も全く違いますと。そんなことをず、ずっとずっと打ち続けても、毎回違えば安定はしていかないってことですね。いろいろ理解をするのに外すのはいいんですけど、安定、いざ安定感を、自分のスイングが完成形に近づいていく中で安定させようって話になると、かなりこのテイクバックが重要になりますと。さあ。 まずは、ちょっとポジション的な正しさをお話ししたいと思います。まあ、ここが基準ってことですね。前傾通りにこのまま上げるだけになります。もう本当にこれだけ。これが、こっちに行きすぎたらアンダー。これはやっぱりあんまりお勧めしませんね。ループっていう形を採用する方だと、今上げた位置よりちょっと外にこうやって上げていくっていうことは別に止めはしませんが、基準はここだっていうことです。 これを上げていくのは当然手ではないです今も何回もお見せしてますが体が連れていく場所ですね基本的にはもうほとんどこれは体体がこうやって連れていく場所になりますここだろうがここだろうが手のポジション自体はほぼ体に対しては変わっていないのでここの基準まずしっかり持ってくださいとじゃあその中で今日のポイントはここです 本当に0からいきなり1って作り出すのってめちゃくちゃ難しいでしょ。これ本当にめちゃくちゃ難しいんです。本当に今、さっきから実は僕はちょっと今日ご紹介するやり方をやってるのでスムーズなんですが、めちゃくちゃ上げづらいです。いきなり0から右に1って動き出すのめちゃくちゃ難しいですと。じゃあ皆さん、 連続素振りってしたことありますかこういうやつですね。これでさっき言ったこう自分の正面から右に上がるっていうのを意識せずに簡単にできるんじゃないですかこうやって。連続。これはもうエネルギーの流れをこう分かった上で右左って体で動いてるので、そのタイミングでもうこうやってすぐ動けるわけですね。 まずこの連続素振りはした方がいいです。そしてこれのイメージでこのアドレスからスタートできればすごく安定するわけですね。さあ。でも皆さん思ったんじゃないですかね。そんな上げ方できないやん。もちろんドリル的にはできるんですよ。ちょっと浮かしたところでこうやって動かして中であとは近づいて打つっていう打ち方なんかね。 これはできるんですけど、まあこれもやった方がいいですよ。こういうドリルも。でも実際は今のやつはできないわけですよね。コースでは。さあ皆さん、どうやってあのイメージの流れを作り出すか。これはもう上級者がほぼほぼ全員やっている意識あるない人、いろいろいますが、全員やっていることなので、構えますね。いきなり右に体重移動とか、いきなり体を右向けようではなくて、 一回左に動いてから右に動くっていうことです。例えば回転でやるとすれば、今やったの分かりましたか見えるぐらいでやってるつもりですかわ分かりにくいかもしれませんね。もう一回行きましょう。左向いて右にスタートする。今エネルギー一回左行ってから右に引いてるので、めちゃくちゃタイミングが取りやすくなります。 ま、連続素振りほど自動的ではないですが、あの感覚で上げれるはずなんです。今ちょっと回転でやりました。こんなに大きな動きじゃなくても、体重移動でもいいわけですよね。右、左、右。って時に、もちろん右に乗るっていう動作は必要なんですけど、いきますね。左、右。左、右。ちょっともうちょっとわかりやすく大げさにやってみましょうか。こんなに大きくやらなくてもいいですからね。 もう左に1回エネルギーがあってからそのタイミングで右に乗れるのでススターートがめちゃくちゃゃくムーズになります体重移動だけだとこれですね。で有名特にアヤなんかだと構えたところより若干ハンドファースト手が前にあった状態で打つ方が多い中でその形を先に作っちゃうこと。 フォワードプレスなんていう名前がついてますけどこれまあさっきのやつのミックスですよね体重移動も体の回転も若干入りながら左打ってから右に乗るじゃあ改めて <laughs> ですからまあこれでお伝えしたいことは終わりなのでそうなんです0から右に1っていくと難しすぎるので何らか、まあ、体重移動とかでもいいんですが一回左に移動して右に動く。